どうも、エルザレッドです。それでは、モンスターハンターワールド、アイスボーンやっていきましょう。ラージャンのアップデートが来ましたので、今回そちらの配信をしたいと思います。で、その前にね、いろいろアップデートが入ってるようなんで、そちらの確認もしたいなと思うんですが、まず、さあね、探検の派遣先がですね、そもそも、導きの血が増えたみたいな感じがあったんですけど、このあたりはまた、後で見ましょうかね。あとは、重ね着が増えたとかですかね。あと、火山地帯が増えた。というのが、今回、増えた内容となります。で、導きの血は、最近まだ、そこまでやってないんで、ちょっと気になるところなんですが、そもそも、ラージャンと会えるまで、どれくらい、あげるのかというのは気になるところなんでね、そのあたりも見ていきたいところですね。あとはこういうふうに、過去のワールドの時に出た装備が手に入りますね。このあたりは導きの地でっていう感じです。チャームは増えずと。じゃあ、イベントがやってる大団長のところに行きましょうか。大団長は手前だね。いやー、でもね、第一弾火山が来るとは思ってなかったけどね。じゃあ話しましょう。おう、待っていたぞ。聞きたいことがあってな。ほう。お前、ツノーレの噂を聞いたことはないか。ツノーレ、最近イテチを調査するハンターから面白い情報を仕入れてな。渡りのイテチで角の折れたキリンを見たと。ああ、はい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 。鼻にピンときてる。俺も少し調べてみた。姿こそなかったが、そこかしこにあることあること、キリンの痕跡がはっきりと。しかし妙だとは思わないか。なぜか最近急激にだ。ということはつまり奴はここ最近別のどこかからやってきたということになる。というわけで、スノーレを探しに行くぞ。クエストなら用意した。はあ、スノーレからするんだ。で、なんでスノーレのキリンが出るかっていうところの話で言うと、ラージャンの好物で言うと、雷をまとった角が大好物なんですね。ってなると、キリンの角が大好物です。なので、ラージャンが、雷発せるのって、実は、キリンの角食うからなんですね。奴がどこから来て、なぜ角が折れているのか。好奇心のままに進むしかないだろう。以上だ。遅刻厳禁。はい。ということで、角の折れたキリンが目撃されたので、銀色の盾ごと、お、いいのかな、まあ、とりあえず行きましょう。さあ、やってきました。遅刻もなし。角の折れを探すぞ。はいはい。角の折れた霧、ちょっとドキドキしますね。ちょっとで済めばいいけどね。さあ、角折れキリンはどこに。いきなり戦うんかな、それこそね。そこもちょっと気になるところではあるんだけど、さあ、どのあたりかな。まあ、ついていくしかない感じだね。はい、テンボックスがいっぱいで、これじゃ無理だね。一番上まで行きそうな気もするけどね。で、角折れキリン、ああ、そうか、角折れキリンって部位破壊されてるもんね、単純にね。いやいや。で、キリンの話は実は、ラージャンが初登場したのはいつだっけ。セカンド G とか、そのあたりかな。そのあたりだと思うんですが、まあ、その時に、ラージャンがキリンを倒すシーンはなかったんですけど、裏の話でそういうのがありまして、
もうなんでラージャンが電気を帯びてるのっていう話から始まったんですけどね、まあ、そういうのがあって、今の話が多分本当にあるそうだよっていう話になるんじゃないかと、今まで多分憶測だった気がするんだよね。いやーでもラージャンは強いからね、出てきた出てきたでね。お、いた。よーし、おいでなすから。どこから来て、なぜ角が折れたのか。好奇心がみなぎるな。手負いのせいか、怒りっぽいようです。どうか慎重に。そりゃあね、大事な角折られたら怒りっぽいだろうね。あー直線か。ちょっと焦れるね。さあ出すだけ出そう。あー的がちっちゃい。とりあえず当たらないのが大事だからね。待って。はいねー、それ。いやー、ダメかー。そうきます。格子状のやつはえぐいよね。正直に追っかける時間とか長いんだよね。いやーめんどくさいなー、やっぱ。よし、まあ、抜刀ダメージは入るからね。まあ普通にキリン討伐してこいっていう感じの、まあこれがラジャン解放するクエストの条件なんだろうね。いや、マジで。普通に大変だったよ。さすがにやっぱ救難出してたけど、来ないね。まあでもライフが低いって考えたらそれで十分か。
さあ無事クリア。次はどうなるかな。というかそもそもラージャンがどれくらいで出てくるかだよね。地帯レベルね。まあ地帯レベル1から出たら何の問題もないんだろうけど、そんな甘いとは思えないしな。大団長を話す前に、さあ団長、お話は何でしょう。お疲れさんだったな。こっちは早々に角折れの調査を研究班に依頼しておいた。奴がどこから来たのかについては早めに決着がつきそうとのことだが、もっと学者先生のお呼びだ。もう結果が出たのか。よし、はい、いいな。お前も来い。はい、では早速頼む。角折れがどこから来てなぜ角が折れたのかだ。まずはどこから来たかやな。これは主にひづめとたてがみを調べてみた。ひづめは付着した土を検出しやすいんや。体毛は飲食物とその摂取時期を割り出しやすい。へえ。で、結論を言うと、やつは導きの力やってきた。間違いないで。どうだ、火山、霧に出るのかな。導きの血、まさか。あんなに遠くから。さすがは剣客の古流といったところやな。次になぜ角が折れたのかやけど、これがなかなか興味深い。小さな傷が長い時間をかけて積み重なり劣化して折れた類のもんやなく、ありえない方向からありえないほどの強い力が瞬間的に加わったことが原因。つまり角をへし折った何者かが存在する。大団長、過去には強大なモンスターに住処を追われ、あまたのモンスターたちが急激に生息地を変えるなどの例もあります。この角折れももしかして。ああ、何かから逃れ導きの力渡りのいて地へとやってきた。そこで大きな疑問が発生する。古竜であるキリンを追いやったものとは一体何だ。こりゃもう行ってみるしかないよな。というわけだ。中間、調査許可をくれ。早速でも行くつもりでしょ。だからこれだけは約束してください。無茶はしないこと。危なくなったら凄腕のご機団たちを頼ること。了解。よっしゃー。それじゃ準備を頼む。はい、任務クエストを用意します。俺は一足先に行っているからな。遅刻厳禁。そう、任務クエスト、いでよ破滅の破壊の権化か。ということでこれで出る感じかな。このままちょっと体験でいこうかな、せっかくなんで。さあさあ、じゃ先にクエスト受けて準備していきますか。さあ破壊の権化。やっていきますかね。免疫よりも属性やられの方が良さそうな気が。
するけどね。さーて、どうしよっかな。大雷いやてか電気属性のモンスター多いね。クエスト来ましたね。行きますか。いやー、どんな感じになるかな。火山ね、楽しみだね。ていうかいきなり火山なのかどうかも気になるんだけど、情報としてもラージャンと火山っていう話が出てるからね。さあ、導きの地、来たね。あー、これはあれか。デベロッパのやつだ。この先に何かあるのか？ん？さて。どうしたものか。いや、すげえな。さあ、アイボー、キリンの痕跡がここに。今の叫び声は？アイボー、こちらです。うん、さあラージャン登場っていう感じで、まあまだムービーあるんだね。ラージャン、ちょっと睡眠はめしたいね。睡眠はめしたいねって、もうそれ前提だからね。いや、つぶての方がいいかな。いや、殴ってこれとかすげえよね。何かに破壊されたような。はい、行きましょう。さっき聞こえてきた叫び声のようなものも気になりますし。さあ、火山、来たね。モンハンといえばもう火山地帯だもんね。で、難易度が上がるっていうね。お、キリンさん。いや、かっこいいね、やっぱキリンね。警戒していますね。
ナージャン来たね。さあ禁止し、おお、いやー、普通にへし折りやがったな。まさか生きて。カメカメ派がカメカメ派がいやこれがなよ、やべえのダンジョン。まあ似たようなもんだもんね。相棒、私たちは大丈夫です。あとお願いします。むちゃくちゃないやー、ただラージャンのかっこいいとこ綺麗に、ですね、怒り状態は重い。相棒、はい、あー、そういう攻撃してきます？しかも新マップでいきなり戦いってなかなかやな。どんどん、やっぱその攻撃パターン一緒なんだね。やっぱこれ弓はきつそうだな。その角へし折りたい。おお、マジか、避けるか。そっか、なんかあれだなと思ったらクーラードリンク。痛い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 。さあ、どうしようかな。そうだね、単純にクーラードリンク欲しいね。あったあった、やっぱあるね。さあ、皆さんクーラードリンク忘れないようにね。さあ、やつを。さあ、準備整えて。で、重要なのは多分閃光弾をどうするかなんだよね。痛いの。はい。さあ、ぶつかっちゃえ。よし。壁の当たり判定はちょっとマシになったのかな。
怒ったね。さあローリング、おー K が手に入った。で尻尾も確か切れるんだけど、おお後ろ回転か。怒ってる時しか確か切れないんだよね。ドンで反転はしないのかな。その可愛い尻尾くれ。おお。いやでもラージャンこれちっちゃいぞサイズ。でもこれこのラージャンまだスーパーサイヤ人1みたい1みたいな感じだからね。危ない。あさらに前ので言うとね、雷が走るっていうか2みたいなね、スーパーサイヤ人2みたいになるからそれが超面白かったんだけどね。いや懐かしいな。ずいぶん戦いやすくなってんじゃん。硬化状態。おお。でもあれだね、避けるのが予測になるね。さあしっぽを狙えば、うん、しっぽ狙ってます。さあメンバーも増えてきたね、いい感じで。ラージャンはちょっと取っておきたいね、痕跡はね。次いつ会えるか分かんないから。いきなり。うぅ。やべえなお前。マジや何が起床か関係、マジやべえな。確かね尻尾を切るとそもそも怒れなくなるね。まさにドラゴンボールでしょ。これ大事だからね、ラージャン対面する。硬化状態どうこうっていうよりかは怒った時しか切れない分、そういういい部分もね。ドン、よし。やれるもんはね、もうさっさとやったん。でもね、手に吸われるんだよね、あんたは。おっ。そういうモーションか。あー眠り。起こして起こして。起こして起こして。よし。あ、ちゃちゃちゃ、そうそうそう、それ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 。お願いします。しかも毒も入ってるからね、なんともエグい。ただあれでも V が破壊できないっていうね、すげえよな。さあ、ローリングアタック。
よし、乗った。早っ。あ、落としたのか。ナイスナイス。まだ折れてないんだよね、あの角。てか4人の方が動き分かんなくなるな、これ。さあさあ、狙うは尻尾。おお、マジかい。投げられる。しかもお前今炎だったよな、やってたの。効果モードってあれ、手はワンピースにしか見えなかったね。マジで。どうした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 。お、避けた。さあ、着撃弾が。あ、でもやっぱライフ高いな。ドーン。角は折れてるね。ナイスだね。足跡、足跡。ダージャンの足跡は大事。調査が出てくれたら一番最高なんだけど。いやー、いいね、面白い。やっぱ体験でやるのがいいね。ダメか、やっぱバレるか。で、頭破壊するのはもちろん大変なんだけど、それ以上にね、尻尾がむずいのよ。はい、すんかな。いや、まあ、掘ってる時にしか壊れないっていうの分かってるからなんだろうけど。危なかった。ドン。お。やべえな。もうちょいかな。しっぽさん。お尻に座れてる気がするが。ナイスナイス。しゃ、 V 破壊きた。でね、あの V 破壊はね、ちょっとね、ちっちゃくなるっていうかね。薄くなる、切れるわけじゃなくて。危ない。痛い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 。それがきついね。気絶はしないから OK。
ちなみにしびれ花は、前作っていうか前と一緒であれば電気エネルギーに変えます。はい、いやーよかった、セリエナに戻りましょう。やったねみんな、やったねさあこの辺りに痕跡がないかだけ見ときたい。なかったか。いやー倒せたね。いやてか普通にあの会うだけのムービーかなと思ったけどちゃんと戦闘できるんだ。さあ、獅子の黒あらげ、尻尾出たね。尻尾。太鼓、重流。あとは、ああ、よかった。合格出た。合格大事なんだよね。これ。これが大事で、尻尾の部位破壊しか出ないんじゃないかな。これがね。肛門かな。まあ、治癒か。いやー頭に乗ってるっていうあの乗り攻撃が難しいね。やってて思ったのはほんと難しい。判断ができないっていうかなんていうかね。まあでもこれで火山地帯の解放とクエストの達成ができたわけなんでね。いやーよかった。マジで。やっぱこう、セカンド G からのパターンが似てたんでね。そこが良かったかな。じゃあ、報告して、そのまま。どうや。頭部にクラッチできなかったというのが気になって検討してみたやと。はあ。気をつけや。大丈夫。ちゃんと手にして、ちゃんと丸で殴ってみたから。あれで動けばほぼ OK よね。いやあ、あっぱれ。大したもんだ。さすがは輝く推薦組でしょ。金獅子ラージャンか。ものすごいやつがいたもんだ。古流の中でも特に体の小さなキリンがやつを避けようとするのは致し方ないだろう。さーて導きの地にラージャンがいることは分かった。一丁気合を入れ直して今後もバンバン調査を進めようじゃないか。しかし逆立って天をつく金色の体毛と隆々とした筋肉がうまく言えんが真剣なものを感じたぞ絶対ラージャンモデルにしてるこの大団長。なんでだろうな。さあ強者の爪飾り金獅子と。やったね。いやーマジやったね。で、ここだよ、問題は。あ、やっぱ出てないか。そうだよね。運が良ければ出るんだろうけどね。で、そうだね。せっかくなんで、装備見て、そこまでしたから今回やめましょうかね。いや、マジでよかった。さあ、まず、さっきの。いいか。チャームは出たのかな？そういうわけじゃないね。で、防具見てみましょう。あー、なんか懐かしい見た目。卑弥呼様やね。ははは。マジ卑弥呼様。さあ、金色の。だね。で、こっちが。あー、こっちはなんかまだいいね。さあで肝心のスキルは何がつくのかっていうと逆恨み弱点特攻匠攻撃支柱体術。
で、禁止種の時は攻撃が弾かれなくなると。心眼機能だね。研磨すると一定時間切れ味が下がらない。あー、合人研磨か。はー、もう、あー、これはこれでこれいいな。 2欲しいな。まあいう感じで金キラ金でしたね。でもらったチャームはというとこんな感じ。なんかシャーマンキングに出てきそうな感じだね。はい、ということで、今回ここまでとなります。でラージャン、まあ、今から導きの地で出てくるということなんですが、多分今の時期だったら、はい、溶岩出た。多分ね、一回倒せばラージャンが入ってるんだよね。で多分救難で特別任務、多分こういうような感じで大量に出てるはずなんで、はい、あの借り放題かと思います、今のだけね。ということで、今回ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。